次に「い」ですが日本語とほぼ同じ「い」はカタカナの「い」で表しています。これは下がグッと上がっています。イ「い」「い」「いいね」という時の「い」です。英語にはもう一つ「い」があってその「い」の口でベロだけを下げて「い」エ「え」エ「い」「え」「え」というふうに「え」エ「え」「え」に近い「え」という発音があります。この発音が 難しいなと思う人は頭と顎を押さえて「いいえ」と言ってみてください。「いいえ」という時は顎が動くので顎を動かさずに「いいえ」「いいえ」というとおのずと下を人間は動かしますからこの「いいえ」の「え」のつもりの「ええええ」という発音が英語にはあります。大文字の「愛」をちょっと小さくしたような形の発音記号です。 これは日本語にない発音記号ですので、そのまま IPA で表しています。次の各文字も2文字ずつですが、一つの音を表しますので、一気に発音してください。舌を下げて発音するようにしてください。では、repeat after me。チ、ベ、ケ、セ、シ。 いっぱかな記号では、下を下げた t は t、ていは te い、下を下げた d は d、d a は d a と表します。次の発音記号を読んでみましょう。えの部分は、下を下げて発音しましょう。まず、食べる。 eat, eat. これは、それは、あれは。あるいは、これを、それを、あれを。eat, eat, 食べるは、舌を上げて、eat。これは、それは、あれは。これを、それを、あれを。は、舌を下げて、eat, eat. と発音しますのでこれを食べるそれを食べるあれを食べるを英語では「eat it」のように発音します最初下を上げて次に下げて「eat it」です座席 seatseat Se 座る 深い deep デ e ー,デーちょっと浸すデ p 肉 m e a 肉 <Meat S 2> 野球のミット。メット、メット。暑さ、高温。ヒート、ヒート。打つ、叩く。ヘッツ、ヘッ この heat、hat とも、ひというこすれた音はしません。h e a t ではなくて heat、shit ではなくて hat です。頂点、ピークピーク、ピーク摘み取る、拾う、選ぶ Pick. Pick. この「ピック」は落ちているものを拾い上げたりするときも使いますが指名するという意味でも選ぶという意味で使いますですから授業中に「ああ先生当てて当てて僕に当てて」って言いたいときは「ピック・ミー」「ピック・ミー」と言います英語には3種類の「う」があります 一つ目は唇を思いっきり丸めて唇が震えるようにウー、ウと発音するものです二つ目は日本語のウとほぼ同じで口を軽くすぼめてウ、ウと発音します IPA ではアルファベットの U と同じ発音記号が使われます三つ目はひらがなのひ のような発音記号で顎をちょっと下げて口を丸めることなく「ううと発音してくださいというものです上から順に「うううと口の形も違えば音も違います「うううです これらの発音記号も2つの文字で1つの音を表しますので一気に発音してください。口を丸めず顎を下げて発音してください。では、repeat after me. ブ、ク、グ、ト、シュ。下2つ、トとシュがわかりにくいかもしれません。小さなカタカナのウ、 だと考えるとトゥシュと発音できますよねそれよりも顎を下げて口を丸めずに発音する文字だと考えて「トゥ・シュ」というふうに読むと覚えてください次の発音記号を読んでみましょう小文字の「W」と同じ発音記号は唇を思いっきり丸めて発音しひらがなの「日」によく似た発音記号は「 唇を丸めず、あごを下げて、口を1センチぐらい開けて、うと発音します。では、まず本。Book, Book.Book ではなく Book です。料理する Cook さん。Cook, Cook. クッキングの「クック」ですけれども「コック」にも聞こえませんか?クック「クック」「良い」「上手な」「美味しい」「Good Good Good や「Good ではなく「Good です。 コートなどのフード頭巾ボンネットフードアメリカでは自動車のボンネットのことをフッドと言います。これはボンネットを立てると風よけのように見えるからのようです。イギリスではボネットと言います。 Push、Push、森、木材。o ッド、ウ o ド。ウは思いっきり唇を丸めて、ウは口を軽く開いて発音してください。ですから連続すると Wood となります。Wood ではなく Wood です。 では、女性 Woman これも「ウ o ドではなく「Wood」であるのと同様でではなくウーマンです。この2つの発音が上手になるとかなり英語らしい発音を身につけたということになります。頑張って練習してみてください。 も2種類あります。1つは、日本語のあいうえおのおと同じくあまり口を開けずに発音されるおです。IPA、国際音声記号では、アルファベットの小文字のおと同じ形の発音記号が使われます。i p a c 発音記号では、日本語のおとほぼ同じということで、カタカナのおで表しています。このお の直後には、うが連続し、おうと発音されるのが普通です。例えば、古い、年をとったという意味の、old の最初に入っています。もう一つが、およりももう少し口を大きく分けて、お、おと発音するものです。これは、IPA では、see 「お」という音は「hot」「熱い」とか「辛い」という単語やあるいは「top」「頂上」「トップなどという単語の中で使われています「う」「お」「おう」「お」の区別ができるようになってください。 これらの文字も一気に発音してください。では上から順番に行きましょう。そボコじゃしゃ。次の発音記号を読んでみましょう。まず箱。box box の部分は中抜き文字ですから声を出さずひそひそ声でクスと発音してくださいボックスのように声を出して発音しないように気をつけてくださいボックス,ボックスです仕事ジョーブジョーブブは弱く優しく発音してください job.okay, very good. good job. モップ .mop, mop. ぴょんぴょん飛ぶ。hop, hop.hop, step, jump の hop です。コマ、おもちゃのコマ。頂上、てっぺん。 トップトップホットドッグホットドッグホットドグットドグホットの「t」は次の「d」を発音する準備でほとんど発音されずに終わってしまいます「ホットドッグ」ではなくて「ホットドッグ」と発音してください